どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレでいろんな歌に挑戦してみましょう。皆さん音楽始めよう。今回はですねちょっと面白い企画を思いつきましたということでございます。取り上げる曲はこちら、ドン、もしかしてだけどドブロック。この曲、これはですね、まあガズレレにはちょっとね、ふさわしくない下ネタの歌詞なんで、いいこと思いついたんです。歌詞をオリジナルで作りました。ガズレレ的なあるある。でもね、それってオイラを誘ってるんじゃないのって、それになんかガッツするようなちょっと自虐ネタっていうことなんですけど、これね、今度歌詞をちょっと試しに皆さん当て込んで書いてみるのはどうですかというガズからの提案でございます。はい、ですね、実は2年とか3年ぐらい前にハワイアンの名曲の、これもともとこれハワイアンの曲なんですよ。牧伸二さんがね、日本中にこう広げてくださった曲なんですけど、これをですね、以前その2年前にやった時にオリジナルの歌詞つけてるんですよ。これちょっと見てみてください。よくガズはね、日本語の歌詞を勝手につけちゃうんですけど、今回もドブロックでこれやってみようと思います。はい、でですね、今の始まってるガズクラブという、まあ月ね、毎月こう660円でこの楽譜が手に入るよというところで、そこの中のね、クローズドのところで、これのみんなの考えついたやつを披露してもらう企画にしようかなと思ってるんで、ガズクラブちょっと面白そうだなと思ったらちょっと加入してくださいね、ガズクラブ。はい、ガズクラブの皆さんちょっとこれやってみましょう。自分の中のあるあるを歌詞にしていくわけです。でガズレレスタイルのやつをまず見てもらおうと思うんですけど、その前にウクレレ面白そうだな、私にできるかなと思う方、できます。ここにリンク貼っておきます。上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけでできます。いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。はい、今日はさっと始めようと思うんですけど、今日はね、いきなりかっこいいバージョンっていうか、かっこいいバージョン8ビートでさっとこうやってみようと思います。その後にちょっと解説とかいろいろね、話をしていきたいと思います。で、まずはご覧になってください。それでは、ガズレレバージョンの、もしかしてだけど、やってみます。1,2,3,4。もしかしてだけど、もしかしてだけど、それって、オイラを誘ってるんじゃないの。もしかしてだけど、もしかして、もしかしてだけど、もしかして、それってオイラを誘ってるんじゃないの。 1,2,3,4。 公園でウクレレ聞いてたら、向こうで女子がじろっと見てた。うるさいって痛そうな顔だけど、もしかしてだけど、もしかして、もしかしてだけど、もしかして、オイラと一緒にハモりたいんじゃないの。 1,2,3,4。 マンションでウクレレ弾いてたよ。次の日張り紙されていた。楽器禁止と書いてあったけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかして、遠回しもっと聞かせてくるじゃないの。ガズレレ見ながらウクレレに挑戦。未経験でもどんどんできちゃう。楽器はやったことはなかったけど、もしかしてだけど、もしかして、もしかしてだけど、もしかして、俺ってめっちゃ音楽の才能あんじゃないの。 1,2,3,4。 彼女の好きな曲こっそり練習、ある日披露したらめっちゃウケた。素敵と言われてニマニマしたけど、もしかしてだけど、もしかして、もしかしてだけど、もしかして、俺よりウクレレに興味がなんじゃないの。せいの、もしかしてだけどガズレレ版やってみました。いかがですか、歌詞。ああやって歌詞書いてるとですね、もう止まんなくなっちゃうんですよ。で、まあ、ひとまずやってみたんですね。これ、例えばですけど、結婚式だとか、なんか誰かのパーティーだとか、そのストーリーをこの歌詞にして、みんなでもしかしてだけどって歌っていく。これ最高だと思いますよ。やっぱこの、自分だけが持ってるストーリーを歌詞にする。これちょっと体験してみてください。で、今のはテロップは超シンプル簡単バージョンなんですけど、今8ビートバージョンでやったんですけど、まあ、4つ弾きでももちろんいいです。後でちょっと弾き方解説しますけど、ひとまずね、これ見せたいと思います。さっきも言ったんですけど、この楽譜手に入れたいなと思う方、このガズクラブ、毎月660円の会場いただいて、このデータが皆さんのお手元に、毎月5曲お届けされて、しかもそのガズクラブに入ると、その中でね、いろんな活動してるんですよ。今日のこれもちょっとこれ、みんなにアップロード後でしてほしいなと思ってシェアしようと思うんですけれども、そういう発表今回の場であったり、ガズレレの、オンライン限定
ガズクラブ限定オンラインライブ、次は7月15日にあったりとか、あと SNS の中でいろんなの楽しいことがうにゃうにゃ回ってますんで、ぜひ皆さん入ってください。で、今日はこれをこうやって映したいと思います。簡単ですよ、コードは。ただこの歌詞を皆さん書いてね。ただこれパターンで言ってますんで、はい。まあ、ひとまず映しておきますね。はい。ちょっとこれ分かりづらいの。この、ここでね、毎回ちょっと感想みたいなの入るんです。その方がね、分かりやすいと思う。これちょっとちっちゃいけど。多分これは聞いてもらったら分かると思うんですけど、毎回毎回間にね、一泊違う、ワンブロック、隙間がありますんでね。ちょっとじゃあ一応こんな感じで映しておこうか。これ今のガズレレ流の歌詞ですからね。これよく捉えてると思いません？こういうので、この勘違いが楽しいんですよね。あの女子うるさそうに見てるけど、僕とハモりたいのかなとか、そういうふうに思っちゃう。そっちの人の方が幸せ、きっと。なんつって。はい。この歌詞を見てね、プププって感じで、こういうの皆さんあるんじゃないかな？なんかいろんなご自身だけの面白い体験が。あ、もちろんガズレレだけじゃなくていいですよ。自分のなんか自虐ネタ、面白い自虐ネタをこう書いていくとか面白いと思うんですよね。はい。今のはこんなガズレレ版です。皆さんもちょっと作ってみてってことでございます。でですね、今やったのは一応かっこいいバージョンからやったんで、かっこいいバージョンはね、この6個なんですよ。この6個ってこれいつもの入門コードだけど、これね、簡単バージョンも、いや、これちょっとこの後ちょっとやりますけど、簡単バージョンだったら入門コード4つ出てきますからね。はい。どっちにしろこの6つのコード。C と A マイナーと F と G7、D マイナー、E マイナー、これ皆さんご存知だと思うんだけど、はい、これ。ガズレレ必須コードね。これウクレレでやる上で一番最初に覚えてもらいたい10個のコードのグループ。これお願いします。10個もあるのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら簡単ですけどね。10個をいっぺんに覚えようと思うのはなかなか、難儀するんで、ここで一応、マスターしてください。この動画見てたら、10個のこと、スイスイ呼ばれます。今日はその6個で今やりました、ということでございます。いやだから今日はその、まあ、はっきり言うとこの演奏とかコートとかそういうことよりも、その歌詞を書くとか、この想像する、クリエーションする、そっちの方ちょっと行ってみないという提案ですので、4つ着でもいいと思います。じゃあ、ちょっとまあ、せっかくなんで、シンプル簡単バージョンの演奏もしてみようか。歌詞一緒ですけどね。これだとね、入門コード4つ、C、A マイナー、F、G7 でできますので、はい。ゆっくりやります。じゃあ、皆さんもこれに合わせてご自身の作った歌詞を乗っけてみる。その練習の場としてこれちょっとやってみようと思います。じゃあシンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3,4。もしかしてだけど、もしかしてだけど、それっておいらを誘ってんじゃないの。もしかしてだけど、もしかして、もしかしてだけど、もしかして、それっておいらを誘ってんじゃないの。向こうで女子がじろっと見てた。うるさいって言いたそうな顔だけど、もしかしてだけど、もしかして、もしかしてだけど、もしかして、おいらと一緒にハモりたいんじゃないの。 1,2,3。 マンションでウクレレ弾いてたよ。次の日張り紙されていた。楽器禁止と書いてあったけど、もしかしてだけど、もしかして、もしかしてだけど、もしかして、トマシにもっと聞かせてってことじゃないの。 1,2,3。 ガズレレ見ながらウクレレに挑戦。未経験でもどんどんできちゃう。楽器はやったことはなかったけど、もしかしてだけど、もしかして、もしかしてだけど、もしかして、俺ってめっちゃ音楽の才能あんじゃないの。 1,2,3,4。 彼女の好きな曲こっそり練習。ある日披露したらめっちゃウケた。素敵と言われてニマニマしたけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、俺よりウクレレに興味があるんじゃないの。せーの、じゃあ
そんなような具合でございまして、これ今のはですね、C と Am と F と G7 超入門コード4つでやったバージョンでございます。これ多分ですけど、その結婚式とかパーティーとかなんかでやるときはもう これで十分だと思いますよ。はい、やっぱみんなで歌詞書いて、じゃあ君1番担当2番担当みたいにやるのもいいし、まあ原曲のドブロックのあの下ネタ満載、下ネタっていうかね、あのなんか本当勘違いしてる歌詞をそのままやるのもいいと思うんですけど、それはあの皆さんインターネットで歌詞とか調べて書き出してください。やっぱ自分で書いてね、自分で書いたり想像したりする、こっちの方の音楽のあり方もちょっとね、これいいなと思って、でこれ、ね、なんだかやっぱみんなメロディーめっちゃ知ってますからね、盛り上がること間違いなし、音楽でみんなを巻き込んでこう一つにしていくみたいな、この楽しさもね、音楽ってすごいですよね。自分の大好きな曲を奏でる喜びと、みんなでこう巻き込んでわーって盛り上がる時とか、このちっちゃいウクレレでいろんなことできると思います。はい、これウクレレ楽しいなと思った方、周りのねお友達仲間、会社の同僚とかね、ご近所さんとか、あの組合、近くの組合の人とかもみんなにね教えてあげてください。ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用くださいませ、よろしくお願いします。そしてあの、今このガズのいつも使ってるガズのわがままウクレレ、今のところあのセミオーダーもすぐあの完売してしまって、またねこれもあの通常ラインもですけど、このセミオーダーもまあどんどん増やしていけるように、今ベトナムのモジャ君と、まあ、スタッフ一同でちょっと一丸となっているんですけど、やっぱりハンドメイトでね、もういきなりボンとこう増やすっていうことはいかないんで、今ご注文いただいている皆様お待ちください。今ねもう発送されるところです。はい、まあその辺ちょっとね、いろんなやっぱり物流の混乱とかあるんであれなんですけど、間違いなくあの進んでおりますので、ご安心ください、よろしくお願いします。あといろんなねことありますよ。順番、まずこの赤い本がもう大ヒット中でございます、リットミュージックの本、ガズレレの本、ほんとこれね、あの皆さんありがとうございます、あのご活用ください、100曲入り。あと他にも黄色い本と緑の本とかねありますんでね、こんなあのこれも、あこれもそうだ、増刷が決まりましてありがとうございます。あとなんだっけ、アプリに40曲また新たに追加になって、アプリは今ね1曲ずつのダウンロード、グループってセットのダウンロードで、だいぶいろんなことができるようになって、メトロノーム機能とか、あの画面がスクロール、自動スクロールとかついてるんで、これアプリ入れるだけ皆さんのスマホやタブレットに入れておいてくださいませ。あと今ですね、このガズのわがままウクレレをプレゼントするキャンペーンが始まっております。このキャンペーンはこの G ラボっていう、こう一つのねウクレレを制作するまあチームの、リーダー上田氏が書いてるザ・ミッションというブログの中で、それをやってるんですけど、クイズがありますから、それに答えないと応募できませんよ。ぜひぜひ、ちょっとこの辺で確認しておいてくださいませ。さっきもご紹介しましたけど、このガズレレの楽譜がノートのデータがスキャンできるというガズクラブ。これもね、今どんどん会員、ガズレレクラブ員が増えてます。ここでやるイベントなんかもめちゃくちゃ面白いんで、あと SNS でいろんなやりとり、こちらの方もぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではいろんなグッズがあります。このキャップだとか T シャツ、あとこのストラップ。これもね、マイハニー、小杉さんがこう、ハンドメイトで作ってるものでございまして、なかなかいいですよ。あとはこの水引き。ガズの両親が1個ずつ作ってる世界に1個のこの水引き、ここ挟むだけですから、別にこれ外せばもう何でもないウクレレです。これがついてると、あこれ自分のウクレレで愛しいなとか思います。こういうのとかですね、あとはこれです、いつもあのご案内してますけど、ガズのデザインしたウクレレ、コンサートウクレレまで入るウクレレリュックサックなんですけど、これリュックサックなんですよ。でこういうふうに横もにも持てて、ビジネスマンが持てても全然違和感がないということで、これウクレレが入ってるのはとてもじゃないけど思われないということで、あと中に開けると、譜面台が入るポーチ、これマジックテープでどこでも動かせるんで、ね、便利です。あとはちっちゃいこういうポーチ、2つのポーチがこうついております。そして中はね、これもちろん生地は楽器用専用のものすごい分厚い楽器をしっかりホールドして守ってくれるやつなんで、ね、ぜひこのリュックも、チェックしておいてください。そんな感じでとにかく盛りだくさんのガズレレなんですけど、とりあえずガズレレホームページを見ていただくと、まあ大体のことがわかると思いますので、ここはいつもチェックよろしくお願いします。それでは楽しくウクレレしましょう。音楽がある、ね、日常っていうのは本当に豊かだと思いますので、どんどんやりましょう。ありがとうございました。それではまたガズレレでお会いしましょう。さよなら。